全国的に新型コロナウイルスの感染者数が増えています。第8波が来たという話もある中、岡山県内でも感染者数が増えています。今の状況や私たちができることについて専門家の方にお話をお伺いします。宮本先生、新型コロナウイルス感染症第8波は来ているんでしょうか？はい、お盆の頃に患者さんが増えて、いわゆる第7波というのがありました。医療機関も逼迫して大変だったんですが、その後徐々に患者さんが減ってきて落ち着きかけたかなと思ったんですけども、最近また微妙に増えてきております。で、まあ多分第8波の入り口ではないかというふうには考えています。これからの増え方の予測はどんな感じですか？はい、今までの経験から言えば、やはり徐々に増えていって、ある程度、まあ、半月ぐらいするとピークを来るのかもしれません。ただ今回はインフルエンザの流行と、重なる可能性があるので、インフルエンザとコロナが重なると大変なことになるのではないかなという予想もされています。今私たちにできること、どんな対策がありますか？はい、今まで言ってきたように、基本的にはマスクをして手指消毒をし、密を避けるというのが一番大事な点ですが、今ワクチン接種というのが始まりまして、かなり有効性もあるので、しっかり、打っていただければ嬉しいなと思います。ワクチンが有効な根拠としては、第6波の頃からワクチンが使われだしたんですけども、ある程度津山市の周辺で、ワクチンを接種する方が増えてくると、コロナの患者さんが減ってきます。またワクチンの接種する方が減ってくると、やはりコロナの患者さんが増えてきました。で、今回の第8波の時にも、微妙にワクチンの接種する方が増えてきていないので、微妙に増えていく原因になっている可能性も十分あります。ぜひワクチンを打っていただければ嬉しいなと思います。新型コロナウイルス感染症にかかった場合の症状について教えてください。はい、現在流行しているオミクロン株の場合は、感染力が強いんですけども、ほとんど症状が軽い人が多いです。重症化することはないんですけども、それでも高齢の方、特に基礎疾患のある方は命に関わる場合が多いので、やはり注意が必要でしょう。若い人はほとんど症状がないですけども、そういう方にも移さないためにも、かなり免疫を持っていただくことは必要になってくると思います。ではワクチンの接種状況について話を聞きたいと思います。津山市内の接種状況について教えてください。はい、11月15日現在でワクチンを2回接種している方は市全体で8割を超えていますが、3回目だと約7割、4回目だと5割を切っています。またオミクロン株対応ワクチン接種は市全体で 13% 程度となっています。現在感染者数も増えてきており、第8波に差し掛けていますので、希望される方は早めに接種していただけるよう接種の呼びかけをしています。市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、初回 1、2回接種を完了した12歳以上の方のうち、最後の接種から3ヶ月以上経過した方はオミクロン株対応ワクチン接種の対象となります。発症や重症化を防ぐため、オミクロン株対応ワクチンの早めの接種をお願いします。初回接種がまだお済みでない方も接種の検討をお願いします。また季節性インフルエンザワクチン接種をご希望の方も早めに接種をお願いします。